14日の桜の植樹には地域内外からおよそ10人が集まりました。この取り組みは下中津井にある山城の跡西田城址を中津井戦乱の会遺産保存部が保存し後世に残す活動の一環で、桜をきっかけにしてより多くの人が西田城址に親しんでほしいとの思いで企画したものです。まず遺産保存部の花森俊明部会長が、県内外から駆けつけていただきありがとうございます、足元に気をつけて植樹をお願いしますと挨拶をしました。そして参加者は高さ3メートルほどの桜の苗木を持って山を登り始めました。よいしょよいしょ。植樹したのはソメイヨシノやヤマザクラなど5種類で、すでに植樹したものと合わせて50本の桜を植えました。この植樹については遺産保存部が市の教育委員会や県の専門家の意見を聞き、場所や植える本数などを協議した上で、参道の脇など植樹をする場所にあらかじめ印をつけるなどして準備を進めました。参加者はその印を確認して1本ずつ丁寧に植え付けていきました。14があります。14があります。よいしょよいしょ。この植樹はもともとは市内の小学生や中学生、一般の人たちおよそ40人が参加するイベントとして開催する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにイベントは中止に。それでも桜の苗木の準備がすでに進んでいたこともあり、有志たちによりこの日の活動が行われました。地域をもっと元気にしたい、歴史や遺産についてもっと多くの人に知ってほしいと参加した人たちが願いを込めました。山城大好きで、多い時には月に10畳から20畳ぐらい行ったりします。もう皆さんに手伝ってもらいながら今植えました。でこれが、ね、ずっと山に残るというのが本当嬉しいですよね。無事に育ってほしいですね。3年前からの伐採作業をしまして、で一連のまあ作業が大体終わりましたんで、まあ、ここで桜を植えて、まあ、いい景観を作りたいなと思いまして、桜を通して、山城にこう関心を持っていただけたらなと思ってます。まあ、一番頂上に上がっていただいて、この景観ですよね。もう北房町全体が縦に全部見渡せる、まあ、この景色もなんか大好きなところです。なかなか今中高年が頑張ってくれてはいますけど、若い方がねこれを気づいていただけるようなこう魅力ある山城にしていきたいなと思っております。参加した人たちはこの日植えた桜は4年ほどいや3年ほどで花を咲かせるのではないかと心待ちにしているようでした。